マイタウン市川。今回の特集はひたすら書くのが仕事です。坂崎千春展をお送りします。お楽しみに。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。15日、子どもの消防広場サマーフェスティバルが開催されました。このイベントは子どもたちに楽しみながら防火・防災知識を身につけてもらい、これから迎える夏休みを安全に楽しく過ごしてもらおうと、市消防局が毎年この時期に開催している人気イベントです。会場には消防車両の試乗体験コーナー、ロープを渡る救助訓練、本物のポンプ車を使った放水体験や AED 体験など、さまざまな体験コーナーが設けられました。毎回このイベントで人気を集めているのがはしご車の試乗体験です。今年も抽選で選ばれた子どもたちが地上15メートルの高さまで上がり、消防隊員の気分を味わう貴重な体験をすることができました。また東京湾北部でマグニチュード 7.3 の大地震が発生したことを想定した人命救助訓練が特別救助隊により行われ、隊員たちの素早い動きと徹底された連携動作に会場からは大きな拍手が送られていました。同じく15日、夏の生き物探しが行われました。この催しは市の自然環境課が市内各所で年10回開催している自然環境講座の一つで、市民の皆さんに身近な自然環境について関心を持ってもらおうと行っています。今回はおよそ30人の家族連れが参加しました。今回の会場となった自然観察園の敷地は八つと斜面林という昔ながらの地形と景観が残されている市内で唯一の場所で、自然と親しみ学ぶ場としてぴったりの場所となっています。参加者は自然環境政策専門員の話を聞きながら、カブトムシや蝶などさまざまな生き物の姿を観察し、楽しそうに自然の中を歩き回っていました。この日は30度を超える暑さでしたが、森の木陰の涼しさや光のまぶしさ、草の匂い、風の音など、参加者は五感で自然を感じていました。とても先生の話が分かりやすくてですね、子どもの目がキラキラしてちょうどよかったと思います。カマキリを見つけたところが楽しかったです。たくさんの生き物の姿に触れられた夏の生き物探しは、子どもたちにとって自然の大切さを考える機会となったようです。チーバくん、スイカのペンギン、カクカクシカジカ、皆さんがよく見るキャラクターばかりですよね。実はこのキャラクターの生みの親は市川市出身の方なのです。こんにちは、篠崎直子です。このキャラクターたちをデザインした坂崎千春さんのお仕事展がこちらの吉沢ガーデンギャラリーで開催されています。今回は坂崎千春お仕事展を通して市川市出身でもある坂崎さんの魅力をご紹介したいと思います。絵本作家として、キャラクターデザイナーとして活動の幅を広げ続ける市川市出身のイラストレーター、坂崎千春さん。市川市が取り組んでいるガーデニングシティ市川のオリジナルキャラクター、クロロとバララも坂崎さんによって生まれたキャラクターです。その坂崎さんの市川市内では5年ぶりとなる大型個展が9月24日日曜日まで天5丁目の吉沢ガーデンギャラリーで開催されています。それでは学芸員の田所さんに展示の見どころを紹介してもらいましょう。こちらには本がたくさん並んでますね。はい、こちらの坂崎さんの
った本の一部になりますけれども、はい、今ではちょっと手にちょっと入らないような絶版の本もいろいろございまして、はい、そちらのも手に取ってご覧いただくことができます。本当に坂崎さんのもスタートというか原点ということですよね。そうですね、というものもございますし、うん、あと、まあ、販売しているものも中にもございますので、はいはい、あ、なんかこちらにはお仕事道具みたいなのがありますね、はい、そうなんです。今回の展覧会、はい、坂崎千春のお仕事展ということで、お仕事をしているそれぞれのキャラクターを描いていただきまして、はい、キャラクターがキャラクターを描いているわけですね。そうなんです、それぞれみんな描いてお仕事してますっていうのなんですけども、はい、実際にこの道具を使って坂崎さんこの絵を描かれているんです、はい、あ、これを使って描かれているんですね。そうなんです、実際も描かれていまして、鉛筆もですし筆で、うわ、はい、こういった道具も見ることができるわけですね、はい、そうなんです。会場には今年誕生10周年を迎えたチーバくんの部屋も用意され、チーバくんが誕生するまでの過程を見ることができます。そうなんです、もともと千葉県の形から、はい、あ、チーバくんが生まれるまでを紹介しているんですけれども、はい、チーバくん、千葉県の向きによって、はい、千葉ティとかですね、いろんなキャラクターがこう、これかなこれかなっていうので、はい、最終的にあの皆さんのおなじみのキャラクターにチーバくんになったんです。あの舌が浦安市っていうのが、はい、舌が実はヒゲになっの案もあったりとかですね、はい、チーバくん誕生秘話ですね。そうね、誕生秘話です。チーバくんのお部屋にはチーバくんも時々やってきて記念撮影や絵も描いてくれます。この日は坂崎さんとのツーショットも実現しました。今回の展示会のもう一つの見どころは、東京芸術大学デザイン科空間設計研究室による自由で立体的な空間演出です。実際に携わった大学院生の桃田明さんに話を伺いました。桃田さんは都道府県すべてがチーバくんがモチーフという日本地図のパズルを作りました。なんか チーバくんがいっぱいいるような感じなんですけど、これはどんなことから浮かんだんですか？チーバくんってあの千葉県のを形そのままでできてる。で実際あの使ってる色が赤と黒と白で割とシンプルにまとめられているので、それだったら都道府県、他の都道府県でもできるんじゃないかっていうところの発想から最終的にここまでなったって感じ。でもね、なんか皆さん遊んでくれてますね。あ、本当良かったです、うん、はい、今日はこれ、はい、マイペンギンですか？そうですね、はい、あの坂崎千春さんのスイカのペンギンなんですけれども、はい、あのこういうイベントなどにはこうくっついて一緒に来て、はい、でこうやってあの、まあ、坂崎さんにも見せてこんにちはってやってるんですけれども、どうですかこの今回展覧会？いや、あの作品に直にああやってこう手に触れることもできるし、まあ、あのイベント自体の写真も撮っていいよっていうことなんで、日頃そういうあの坂崎さんの本当のサイン会ではそういうのも許されなかったりするので、あの今日は本当にあのちょっと歓喜してしまってちょっと興奮気味です。坂崎さん の, この作品の魅力ってどんなところにあると思いますか？そんなに表情が豊かなキャラクターじゃないんだけども、見てる人がすごいにっこりできるような、なんかこう心温まるような、そんなところがすごい好きです。坂崎さんの作品どうですか？かわいい。坂崎千春さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私も先ほど作品展を見せていただいたり、またチーバくんにも合わせていただいたりしたんですが、はい、本当に皆さんに愛されているというか大人気ですね、もうチーバくん、チーバくんって言って子どもたちも寄ってきてくれたりとか、本当にあの身の親としてあのすごくあの嬉しいことです。
で、あの坂崎さんご自身は、はい、市川市のご出身ということなんですが、はい、なんか子どもの頃などこう思い出ってありますか？あのすごく本が好きで、あの子どもの頃は親に読み聞かせとかしてもらってたんですけれども、こう大きくなってからは、小学生とかになってからは図書館とかによく通ってました。よく通ってた図書館ってのあるんですか？の八幡神社の隣にあった中央図書館ですかね、そこによく通ってました。子ども館とこう大人のとこと分かれてたので、あのそこに行って子どもの図書館であの借りられる限度いっぱいの本を借りてなんか帰ってた子ども時代でした。その頃からも本というか絵本が大好き。そうですね、なんかそういう世界がすごく好きで、はい。で、あのガーデニングシティ市川のキャラクターのクロロとバララも坂崎さんのデザインということなんですが、はい、あのデザインをする中でこうポイントになったことって何かあるんでしょうか？あのやっぱりガーデニングっていうことだったので、植物のキャラクター で私動物はたくさん描いてたんですが、植物って意外となんか描いたことがなくて、あのキャラクターとしては、はい、で初めてそういう試みだったので、植物なんだけどちょっとおとなしいイメージになりがちなところをちょっとこう明るさとか元気さが出るように、あの普段の自分のキャラクター作りを活かせればと思って作りました。バラは坂崎さんお好き？その頃ちょうどあのベランダで結構あの苗とかを買って、あのバラを育てたりとかしてたものですから、なんかちょうどあの熱がバラ熱がじゃあそれがあの、あそこの作品にも、はい、反映されてるわけですよね、はい、で松の方は坂崎さんのご提案、あのそのバラだけだとその女の子ってイメージが強かったので、はい、そのもう一人男の子のキャラクターがあるとちょっとペアになって可愛いなっていうのもあって、で市川の木が松ですよね。それで松はよく見慣れてはいたので、でまあでちょっと頭に松ぼっくりをつけたみたいな形に最終的には落ち着いたんですけど、はいはい、クロロは最初ちょっとこう茶色っぽかったですよね。そうなんですよ、はい、あの松ってことで、はい、あの今は松ぼっくりがついててちょっと男の子みたいな感じなんですけど、最初はこう松の木の性そのものみたいな、あの妖精さんみたいなイメージだったので、もうあの顔が茶色くて、で頭にこう松の枝というかあの葉っぱをつけてるみたいなこうのあのイメージをちょっと作ったりしてました。で、まあ、今回5年ぶりの大型個展ということなんですが、はい、どうですか坂崎さんご自身のご感想？あの今回その東京芸術大学のデザイン科の先生とあの生徒たちと組んでちょっとあの空間をあの演出をしていただいたので、触れてみて楽しめる、あの子どもさんもなかなかあの静かに見なきゃって感じではなくて、にこやかに楽しく見れるような展示になっていて、はい、あの見応えがあると思います。そうですね、いやこれからも坂崎さんの作品楽しみにしています。 ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。坂崎千春お仕事展は9月24日日曜日までママ5丁目の吉沢ガーデンギャラリーで開催しています。またママ4丁目の木内ギャラリーでもミニミニお仕事展を開催しています。ぜひ坂崎千春さんが描くキャラクターの世界に触れてみてください。市では市内の情報をいち早く伝える市川市メール情報配信サービスを行っています。配信メールには台風や地震などの災害時の緊急情報をはじめ、防犯情報、火災情報などさまざまな情報があり、自分で受信情報を選択することができます。メールを受信するには登録用のメールアドレスへカラメールを送るか、QR コードを利用して登録することが必要です。ぜひご家族で登録してください。次回の放送予定です。7月29日からのマイタウン市川の特集は浮世絵を手に市川を歩くです。お楽しみに。